あの出生届出したくて。なあ、もう考えてないっしょ。お前はいいな、好き勝手生きれて。いいけど、ライちゃんの父親にはおめえ以外でもなれらんだよ。不思議だねえけど、琴音と凪の力になりたい。じゃあ払える？養育費とか慰謝料とか。東京ねえもいっぺんあんだろう。帰ってきてみただけなんだべ。許してくれるかもって。おめえの親父さんがどういう思いであの面一つ一つ掘ったか知らねえのか。俺が父親だよ。大丈夫なの？ん？君。何？